皆さんこんにちは。私は、今、ご紹介されました日本から参りました花岡幸吉と申します。このような機会に、皆様に新しい機能水の話をさせていただくことは大変、光栄でございます。今日はこの新しい、ハイフローウォーターがどのように作られ、そしてどのような効果があるか、また今までアルカリ温水、今までのアルカリ温水や、最近話題になっております水素水と、どこがどのように違うかについて、説明をさせていただきます。そしてまた、このハイフローウォーターが持っている素晴らしい、この効果、素晴らしい働きを、今日皆さんと共に共有できれば誠に、幸せでございます。このハイフローウォーター、ハイフローウォーターは、電気分解という技術によって、成り立っております。この電気分解というの電気分解は1834年、イギリスのファラディさんが、マイケル・ファラディさんが、このケロスピア・トランザクション・ロイヤルティ・ソサイエティという雑誌に初めて、発表をしたしまして、この技術をその後応用するようになりました。で、この電気分解という技術は、簡単に、簡単な図で表してありますけれども、まず、陽極と膜と陰極を使いまして、電気分解をいたします。さて、この電気分解を使いました技術のアプリケーションについてこれからちょっとお話しさせていただきます。まず、飲むための水でございます。で、この水は1965年日本で、厚生省、日本の政府の厚生省が胃腸内異常発酵や慢性の下痢、それから胃酸のコントロール、あるいは胃酸過多というのに効果があるということで、国が認可したものでございます。これは、アルカリ側の水でございますが、もう一方酸性側の水は、殺菌に使う水として、利用されるようになりました。これは1997年、日本の厚生省によって、認められたものでございます。まず、溶けているものが、ございます。それはソリッドです。それから、溶かすもの、それは水ですけども、ソリッドございます。で、今までは、どのようなそのパラメータを使って、このアルカリ温水は、どういう水かということを表したパラメータですけども、今までは、pH、 それから ORP、 ORP は、酸化しているのか、あるいは酸化の反対の還元側なのかということを示す、値です。それから、葉存酸素、それから葉存水素で、今まではこの4つのパラメータを使って、アルカリ温水はどういう水かということを表してまいりました。しかし、この4つのパラメータだけでは、全てをアルカリ温水の全てを電気分解した全ての水について全てのものを表すことはできません。それで、私たちは、溶かす側のソルベント、水について、水がどういう水かっていう水自身のパラメータを見つけました。それは、ディソシエーションアクティビティといって水の乖離を示します。で、これは PKW という、表現をいたします。ちょうど pH というのと同じようなものです。それからもう一つ、水のパラメータを表すのに、水自身のパラメータを表すのに、水の構造がどういう構造になっているかというパラメータもありますけれども、この構造は非常に複雑で、難しいので、我々は
先ほど申し上げました、会議制についてのみ、パラメータとして使います。それでは、これからこの新しい、いわゆるその機能水の新しい技術についてこれからお話しさせていただきます。今までの技術というのは、例えばアルカリイオン水のように、陽極、陰極で作られた水、つまり機能水を、例えばアルカリイオン水だとか、あるいは還元水だとか、直接還元ウォーターという名前で呼んできました。しかし、これらは全て、電気分解という、技術によって、同じ電気分解の技術によって、作られたものでございます。それでは、今までの従来の例えば、機械は土機械かと申しますと、まず、電気分解のセルと、それからフィルターからなっております。水道水を取り入れますと、陽極側では酸性の水が出ます。また陰極側ではアルカリの水が出ます。これが従来の今までの電気分解の技術です。ところが、この度新しいハイフローウォーターのシステムでございますが、まずどういう水かと申しますと、アルカリイオン水に比べて4倍の電気エネルギーをかけた水、それから非常に高い電流にもかかわらず pH は、およそ中性の pH です。 pH7 くらいのちょうど中性溶液の水です。それから非常に、溶存水素と溶存酸素がアルカリイオン水に比べて、非常に多い水でございます。それから捨て水が全くございません。これが非常にこの度ハイフローの、大きな特徴でございます。で、味はどうかと申しますと、非常にスムースで、非常に、心地よい味をしております。そして、その機械はどうかと申しますと、やはり、電気分解セルとフィルターから構成されておりまして、それで水道水を通してあげますと、たった1種類の電気分解の水が出てきます。したがって捨てる水が一切ありません。機械はこのような形をしております。それでは、このハイフローによって、ハイフローウォーターによってできる水がどういう水かについて、お話をさせていただきます。まず物理化学的な特性からお話しいたします。まず pH ですけども、 pH、ORP、DO、DH と順に、お示しいたします。まずカップウォーターですけども、水道水の pH は大体 7.3、 ORP が305、プラス305、 DO が 3.16、 それから溶存水素が0です。で、これに対してハイフローウォーターは pH が 7.62、 ORP がマイナス295ミリボルト、 DO が 12.5ppm、 DH が 0.288ppm というように、水道水と比べたら非常に、ORP も低いし、溶存酸素、溶存水素が非常に多く含まれているということがわかります。後ほどアルカリイオン水の比較も行います。ディソシエーションアクティビティというのは、デイビスの式を使って、このようにデイビスの式を使って表すことができます。皆さんはこの難しい式を覚えなくても結構です。このようにして、とにかくディソシエーションアクティビティ PKW を求めることができるというお話でございます。で、ついでにこのディソシエーションアクティビティは、私の研究所でしか、世界で私のところでしか測定することができません。この結果の図でございますが、一番左側が純水、次が、タップウォーター、次がアルカリ水、一番最後が、
ハイフローウォーターでございます。pH と同じように pKW が小さな値であればあるほど、ストロング強い、つまり大きい値が大きいと、見ていただきたいと思います。したがって、ハイフローウォーターは 13.19 という非常に大きな、乖離の力を持っております。別の言葉で言いますと非常に大きなエネルギーを持っています。さて、これについて、比較をしてどのくらいの大きさかを比較してみますと、まず純水が1とします。水道水が 1.04 で、アルカリイオン水が 1.32、 ハイフローウォーターが 6.45 という非常に、大きな値を示しています。まず、乖離が性が大きい高いということはどういうことかというと、非常に体の中でいろいろなものを反応させる、力が大きいということになります。それから、その結果、非常に生体の中で非常に小さなエネルギー で非常に速い速度 で非常に効率が良い働きを生体内でいたします。つまり、生体の中でいうと、生体の私たちの体の中にある酵素と同じような働きをしています。それから、この乖離が高いということによって、より高い、より速い、透過性を示すことができます。で、その実験の結果をこれからお示しいたします。まず 100ml の水を用意いたします。で、そこに特殊な、水を、この吸い上げる特殊なろ紙を使います。ろ紙を使います。そして4センチ、余る速度を測ります。そうしますと、ハイフローウォーターは、4センチ余る速度が、391秒です。それに対して、水道水は577セコンドです。つまりハイフローウォーターは水道水と比べますと 1.45 倍の速さで、浸透します。その結果、どういうことが現象を起こりますかというと、非常に早く吸収します。体の中で。で、非常に早い、より早いハイドレーションをいたします。それから、浸透。はい、浸透いたします。その結果、デトックスの効果を表します。それから後ほどまた詳しくお話しいたしますけども、細胞内の水の入れ替わりを早くいたします。それから、飲み水じゃなくて、料理に使った場合には非常に料理が早く、しかも美味しく、しかも非常にこう柔らかく料理することができます。この水を使うと。さて、このハイフローウォーターは非常に強い、活性酸素を消す力、つまりフリーラジカルを、消去する力がございます。今日は活性酸素の話はあまり詳しくいたしませんけども、一つだけ、今日はいたします。非常に活性酸素の中で最も、毒性の強い、ラジカル、つまりヒドロキシラジカルについてお話しいたします。皆さんも活性酸素についてはよくご存知だと思います。で、ハイフローウォーターの中にある水素がこのヒドロキシラジカルをうまく、消してくれる、仕組みをこれからお話しいたします。まず、この水素ですね。水素は電子を一つ持っております。このハイフローウォーターに入っている水素とこの猛毒のヒドロキシラジカルが一緒になりますと、このように水になります。これがこのハイフローウォーターに入っている水素の素晴らしい働きで、この最も毒性の強いヒドロキシラジカルを、この水素によって水に置き換えることができます。まあ、実際はこのように分子の形で水素とヒドロキシラジカルが反応して水になります。一般的にフリーラジカルが、すぐ消えてしまいます。そのために、実験が非常に難しいです。ただし最近非常に安定したフリーラジカルのケミカルが
が開発されて売られるようになりました。それがこの DPPH です。これがプラズマです。でこの安定したフリーラジカル、つまり活性酸素を使って、これからハイフローウォーターがどのくらい消去する力があるかをお示しいたします。で、実際に測定するのは ESR という電子スピン共鳴装置というこういう装置を用いて測定いたします。まあ、ちなみにこの測定装置は非常に高くて日本円で1000万円ぐらいいたします。さてその結果ですが、これを機械にかけますとこのような、いわゆる結果、つまりパターンが出ます。この DPPH と書いてあるこのパターンのこの長さが、短ければ短いほど、強く多くこのラジカルを消去したということになります。この値とこの値の比を求めたものが 0.35 という値です。それを次にハイフローウォーターで測定いたしますと、このように 0.18 という値になります。したがって、非常に、ハイフローウォーターはこのラジカル、活性酸素を消す力があるというふうに考えています。実際に、それを比較してみますとこのようになります。一番左側が、純水あるいはアルゴウォーターです。一番左側、この左側の 縦軸の方が残っている、つまりラジカル、フリーラジカルが残っている、割合を示します。ですから、純水とかアルゴが 1.0 ですので、残りが全部ほとんど残っているということで活性酸素を消去していないということになります。で、したがってこれを1としますとアルカリオン水は 0.976、ほとんど活性酸素を消去していないということになります。それに対してハイフローウォーターは 0.595 ということで約4割ぐらいを 40% ぐらいを消去していることになります。次に、実際にセル、私たちの細胞の中に水が、どれだけ入っているかという話をしていきます。一般的に、私たちは、細胞内の水と細胞の外の水とありますけれども、一般的に健康な人であれば、健康な人で若い人であればあればあるほど細胞の中の水の方が細胞の外の水よりも多いです。しかし年を取ってきますと細胞の中の水が少なくなって細胞の外の水が多くなります。したがって若い人の方が、きれい、細胞がきれいで、シワがない、非常に、ピチピチした肌を持っています。さて、実際に どの程度水が入っているかという話をします。細胞、体の中にですね、はい。まず、細胞内の水は、全体で 33.0% ぐらい、33% ぐらい。それから、間質、細胞と細胞の 間の中に水、これが 12%。それから、プラズマ、細胞の中のプラズマの細胞質の中に、4.5% あります。それから、細胞の中を行ったり来たりする水、トランスセルラーと言いますけども、この中の水が 1.5%、ね、それから、コネクティブティッシュですね、関節水、これが 4.5%。それから骨の中の水が 4.5%、 そしてこの細胞内の水が 33% で、細胞の外の水が 27% ということで細胞の中の水の方が多いです。そして、細胞の中の水が、いわゆるどれだけハイフローウォーターを水を飲むとハイフローウォーターを飲むと細胞の中の水がどれだけ多くなるかという、実験の結果をいたします。これは実際にアメリカで、やった実験でございます。55歳から76歳の、男性7名、それから44歳から70歳の、女性3名、このサンプルに、2回に分けて、実験を行って、最初 の実験は3リッター、1日3リッターのハイフローウォーターを3ヶ月間飲んでもらいました。で、その後3ヶ月アルカリウォーターを毎日3リッター、それでそれぞれ、飲んだ後、細胞の中の水と細胞の外の水の測定をいたします。そ
そうしますと、実際にこのような結果になりました。まず、細胞の中の、ハイフローウォーターを飲ましたところのグループは、細胞の中の水が、プラスになりました。増えました。で、細胞外の水が逆に減りました。アルカリ温水の方をやりましたけども、アルカリ温水の方も、少し、細胞の中の水が増えました。そして、少し細胞の外の水が減りました。そして、比較を計算、平均値を出して計算いたしますと、それで後ほど結果をお話ししますけども、ハイフローウォーターの方がずっと細胞の中の水が増えました。ちょっとお話したように、普通、平均、普通の、我々人間の普通の人は、細胞の中の水が 33% で、細胞外の水が 27% ということで、細胞内の水が多いというのが普通です。つまり、健康な人だとか、あるいは若い人は、細胞内の水が細胞外の水よりも多いんです。そして、不健康な人、病気の人も含めた不健康な人、あるいは、年を取った人は逆に細胞内の水が細胞外の水よりも少なくなってきます。そして、ハイフローウォーターは、他のアルカリ温水よりもより高い、細胞内の水が増えるということを示しましたけれども、その値はですね、つまり、ハイフローウォーターはすごく体の中に取られた場合に細胞の中の水が増えますのでより、若々しくなるということになります。さて次はここにございますように、私たちは水素と酸素を本当に必要とするのでしょうかということです。で一般的に、酸素は、活性酸素のイメージがありまして、酸素は良くないという一般的に、よく言われてますけど、それは間違いです。それの答えはですね、マイトコンドリアの中にございます。マイトコンドリアというのは私たち の細胞の中に、全ての細胞の中に500から1000個ぐらい入っています。そして、私たち この体の中でいろいろな働きをしてくれるエネルギーを作っています。 ATP というエネルギーを作っています。で実際にはどのように作っているかというと、簡単にお話ししますけれども、マイトコンドリアの中に、2種類の膜がありまして、外側の膜と内側の膜があります。そして、内側の膜のところに、4つの複合体がこのようにあります。そして、まず水素から電子と水素イオン、つまりプロトンを水素から作ります。そしてこの電子は、内膜を通してこのように、いわゆる、酸素と水から酸素と水素から水にいたします。そして、水素プロトンプラスの水素プラスプロトンは、このように、中に入っていきまして、そして4つ目の器官、つまり複合体を通して ATP という、私たちの体の中でいろいろエネルギーを作ります。そしてまた作った後は、プロトンに戻って、この繰り返しをしています。そしてじゃあこの水素は今まで、どのように取っていたかといいますと、水素は食べ物から水素を取っていた。というのはこの空気中に水素がありませんので、仕方なく食べ物から水素を取っていました。で酸素は、皆さんご存じのように、呼吸から酸素を取っています。そして ATP という酸素と水素から ATP を作っているわけです。つまりエネルギーを作っているわけです。したがってもうすでにお分かりだと思いますけども、私たちの体は酸素と水素を必要としているんです。そしてこの ATP というのはどのように実際にエネルギーに使われているかというと申します。たくさん使われているんですけど、代表的なものはですね、脳のお腹の神経の興奮した時のエネルギー、興奮させるためのエネルギーを使っています。それから、筋肉を収縮させる時に使っています。
それから肝臓の中で、いろんなものを合成する。肝臓の中でいろんなものを合成する。そのエネルギーとして使われています。じゃあどのようにこの水素を食物から作っているかと申しますと、ミトコンドリアの中では、まず、糖から、糖を吸収します、ミトコンドリア。細胞が糖を吸収します。そして、2つの方法がございまして、1つは酸素がない状態で、ATP を作る場合と、それから酸素がある場合に ATP を作る。これが酸素がある場合にミトコンドリアで作ります。そして、この酸素のある状態でミトコンドリアの中では、このように、TCA というその一つサイクルを使って、いわゆる ATP を作る。こちらも酸素がない状態で ATP もできますけれども、非常に効率の悪い ATP を作ることになります。つまりミトコンドリアの方は、好気性の呼吸をして、好気性の呼吸をして、いわゆる、ATP を作ります。もう一方、細胞の中に取り込まれて、ミトコンドリアに取り込まれない場合は、酸素がない状態では、このように嫌気性のいわゆる呼吸によってできます。つまりこれは何を表すかと言いますと、例えばがん細胞というのは、酸素がある状態では大きくなりません。つまりがん細胞というのは酸素がない状態でどんどんいわゆる細胞増殖していきます。でしたがってノーマルの正常な細胞というのは酸素を必要とします。これはすごくこのことをよく考えていただきたいんですけども、例えばがん細胞だとか、あるいは腫瘍細胞というのは、酸素がなくても、どんどん増えるという力がありますけれども、逆に酸素を嫌います。このアイデアを使えば逆に酸素を細胞に送り込んであげれば、がん細胞はいわゆる増殖しないということになります。したがって健康な細胞は酸素を必要とする。それからまた逆に、がん細胞である異常細胞になったものは酸素を嫌うので、酸素はあった方が、いいし、酸素を必要としています。したがってハイフローウォーターは両方ともバランスよく入ってますので、非常に理想的な、機能性です。従いまして、酸素は私たちは必要としています。一つは、過剰にできた、活性酸素を消去するためとのために水素と、それから、病気などを防ぐために酸素を必要としています。それから私たちは、好気性の代謝、好気性の代謝をするときに酸素を必要とします。つまり ATP を効率よく作るために酸素を必要とします。で、したがって、ハイフローウォーターというのは、非常にバランスの良く酸素と水素をバランスの良い状態で、提供することができるということになるわけです。さて、ここで、先ほど申し上げたように、ハイフローウォーターのもう一度特性についてお話しさせていただきます。まずナンバーワンは、pH が中性7から8である。2番目は DH が非常にアルカリイオン水と比べたら多いということです。それから DO が、溶存水素がアルカリイオン水と比べたら非常に多いということです。それからアルカリイオン水よりもの大体4倍ぐらいのエネルギーをかけることができるんです。それから先ほど申し上げましたご説明しましたように、出てくる水が1種類ですので、捨て水がありません。これは環境のためにすごくいいことです。それからもう一つは、非常に美味しいマイル。それからもう一つ最後になりましたけれども、メンテナンスが非常に楽で簡単です。そして、これからこのハイフローウォーターのこの良さをですね、アルカリイオン水、あるいは最近話題になっている水素水と、どのように違うかご説明いたします。これは特に pH、ORP、DO、DH、
それから PKW という、パラメータを使って、お示しいたします。まず先ほども申し上げたように、水道水は大体中性くらいです。それと DH が、水素が全くありませんので、DH が0です。あと DO は大体、飽和の状態で入っています。でこの一番右側の PKW は 14.0 ということで、ございます。それに対しまして、ハイフローウォーターは、まず、水素、酸素、溶存酸素と溶存水素を見てみますと、非常に多くなっております。それから PKW も非常に、大きな値になる。大きな値というのは、強くなっています。次は、水素水ですけども、水素水は、このように、今いろいろ水素水を作る方法があるんですけども、一般的に一番この世の中に出ている水素水っていうのは、水素を電気分解で作りまして、そのできた水素をですね、もう一度水の中にバブリングして入れている、そういう方式が非常に多いんです。で、そのバブリングをして、で、そのバブリングするのに非常に時間がかかります。3種類をやっています。まずバブリングをしてすぐのものが、ハイドロゲンウォーター1という。それからハイドロゲンウォーター2っていうのが、3時間バブリングしたというものです。それからハイドロゲン3っていうのが6時間バブリングしたものです。その水、バブリングした水を今度は、測ります。毎分2リッターを通して測ります。で、その値が、見てみますと DO は、ハイフローウォーターにもかなり低い値になっています。それと、バブリングを3時間やったのと、3時間やったものよりも、ハイフローウォーターの方が水素の割合が多くなっています。バブリングを6時間やったものがようやく 0.32 ということで、いわゆるハイフローウォーターよりも少し多くなっています。で一方、PKW にいますと、ハイドロゲンウォーターは、このようにそれほどいわゆる大きくありません。つまり水道水とほとんど変わりません。それから次はアルカリウォーター、最後はアルカリウォーターですけども、先ほど申しましたけれども、アルカリウォーターはこのような値になっていまして、実際には、溶存水素、溶存酸素は、それほど多くありません。したがってハイフローウォーターが溶存酸素と溶存水素、それから PKW が一番、大きな値を示しています。さて、実際にじゃあこのハイフローウォーターはどういうそのアプリケーションがありますかというと、まず一つは家庭用のものができております。業務用のものができております。それからボトリングするためのものもあります。それからウォーターステーションということでベンディングマシンのようなものもあります。それからあとはプロセッシングですから、例えば食品の加工なんかに使うための装置もございます。まあ、このように何種類かもうアプリケーションはできております。そろそろ終わりに近づいてきましたけども、まとめてみますと、ハイフローウォーターは、まず、帰りが非常に高い。それから、味がすごくマイルドでスムースで非常に飲みやすい。それからハイドレーションがすごく、高い。それから、いわゆる活性酸素の消去する力、つまりアンタイオキシダント効果が非常に大きい。それから、捨て水がないということで環境にすごくよろしいということで、今時代にマッチしております。さて、このハイフローウォーターを実際は実際にですね、開発2年ぐらいは経ってるんですけども、アメリカで、基礎的な、実験をしておりますけども、アメリカでのテストモニアルについてちょっとお話しさせていただきます。なお現在もいろいろテストを繰り返しております。でその時まず一つ言えることは、例えば具合が悪い人とか病気の人だとか不健康な人がこれを飲んだ場合に、つまりクオリティオブライフが非常に高まってきます。つまり、非常に QOL の低い人、病気の人とか不健康な人にとっては非常に、このハイフローウォーターが適しております。これはアメリカで、のうちで、ちょっと主なものをちょっとお話しますと、あれは
ブレスキャンサーの方がですね、大脳水腫の方が、実はこれは病院でコントロールしてやってますので、研究でやってますので、大脳水腫のブレスキャンサーの人が、この水を毎日3、4リッター、毎日4リッターを飲み続けて、4ヶ月後くらいにはほとんど消えてしまうというような例が出されております。まあ、その他その他のものについても非常に似たような、非常に興味あるいい結果が出ております。それか、それとか、例えば産科のお医者さん、産婦人科のお医者さんがですね、妊婦にこの水を飲ませて、結果がございます。最近 の妊婦さんというのは、の羊水が非常に汚れて濁っている羊水が多いらしいんですけども、このハイクロウォーターを飲ませると羊水がだんだんクリアになるという話を聞いております。それから例えばそのアルカリ温水ですと、幼児、乳幼児1歳とか1歳未満の方はアルカリ温水の pH 高いのを飲むことができませんけども、このハイクロウォーターは、幼児から、お年寄りまで全ての人に、が飲んでも問題ございません。またこれから機会がございまして、皆さんこのハイクロウォーターを飲んで、まあ、いろんな方が飲まれると思いますけども、そのような、例えば現象とか結果がございましたら、ネイチャーズグローリーとしてまた私のところにお知らせいただければ非常にありがたいと思います。それからこの技術についてはですね、すでに日本でパテントを申請しております。そして日本で、このパテントが取れた時点で、つまり国際特許を、国際特許を出願するつもりでございます。このアジア地区では、この扱う権利は、エクスクルーシブでネイチャーズグローリーが全て持っております。一度ハイクロウォーターを、今日はどうもご清聴ありがとうございました。